We, the students in the first grade, don't know the facts about that day. We had just been born, so we had no memories of the Japan disaster. On the other hand, we are still facing the disaster. What happened on the day, and what happened after that? We tried to learn, think, and take action. 12歳、13歳、あとのちょうど生まれてすぐの頃にこの震災があったんですよね。いきなりほぼ 100% 水が止まりました。こんなね、狭いところでこんなに死んじゃうんだ。映画じゃないんだよ、ドラマじゃない。福島のトマトを他の県の人に配っているという話があったんですけれど、他の県の人がトマトを地面に叩きつけたりして踏みつけているというお話がとても悲しくて印象に残っています。通っていた小学校が避難所に使われていたことを初めて知ったのでとてもびっくりしました。命がなくなってからでは遅いと思ったので家族と話し合って、その中では保存食を準備したり避難経路の確認をしたりしました。今までは防災とか減災とかをしてなかったんですけど、今ではまあ家に備蓄とかをするようになりました。今でも続いている風評被害やたくさんの思いを抱える被災者の方々と一緒に後世につなげていきたいと思います。私は震災の3日後に生まれたんですけど、生まれた病院で電気や水が通っていなくて、1日で家に帰ってこなきゃいけなかったってお母さんが言ってました。あとは、まず水がないので、粉ミルクでミルクが飲ませられないから、お母さんが自分の体をすごく大切にして、お乳が出るようにしてた。こんな大変な震災があったにもかかわらず、12年間大切に育ててくれた家族にはすごく感謝しています。みんなの世代が今度やってくれるといいんだよな。There must be something we can do, and something only we can do. あった！あった！こっちまで聞こえたよ。東日本大震災で被災を受けたいわき市のものはたくさんあるので、自分からボランティアに積極的に活動していこうと思います。被災して亡くなった人たちも多くはこの泣き砂のことを大切に思っていると思うので、その人たちの意思を受け継いで泣き砂を大切にしていきたいと思います。震災当時私はまだ2歳だったんですが、約200日間の避難の生活を忘れないという思いでこの図を兄弟と一緒に作りました。今私は塩をかぶってしまった田んぼで毎年田植えに参加しています。これからも震災は忘れてはいけないという思いを持ち続けています。 And here is a student with special thoughts. 活動に参加した理由は何ですか？私は小さい頃に大熊町に住んでいて、ふるさとについてもっと詳しく知ってみたかったからです。自分がここで生まれ育ったところとは別に実感はしてないけど、これからずっと大人になるまでしっかり大熊のことを頭に入れて生きていきたいです。やばいよ。私たちどうだったっけ。これね、3月11日来年で飾らせてもらいますので。ありがとうございます。